皆さんこんにちは、タナタナタカです。今から話すことは2週間ほど前にね、ある方に聞いたんですよ。で、その、人物は私はまあそんなに親しくはないんですけども、一応知ってるわけです。で、何が起きてるか、まあその人はね、家が裕福で、で日本を出てアメリカに留学してきて、でこちらで結婚されて、で離婚して、子供がまあ何人いるか分かんないです、2人か3人ぐらいいるじゃないですかね。でもうかなり高齢なんですよ。でお父さんがね、確か奥さんも死んだのかな、離婚したか分かんないですけど、それでもうかなり90歳近いんですよね。で私も数年前からそういう話をずっと聞いてたんですけども、何が起きてるかっていうと、若い女がね、まずそのお父さんのところに来るわけですよ。でまあ世話をしだすわけです。で結局それは何かというと、もうかなりもう財産見えてなの分かってるんですよ。なんかビルをね、一棟がなんかかなり持ってるらしいんですよね。でまあお父さんもまあなんか寂しいから、まあ一緒に住んでいたか、ただまあ籍は入れなかったみたいですけど、でまあ娘がいろいろ警告するわけですよ。ここで危ないよとかね。だけどまあ娘も結局もう60超えて高齢でね、そんなにしょっちゅうこう日本にバンバン帰れないわけですよ。だからまあ父といわゆるその親と子供のそのコミュニケーションがね、あんまりうまくいってない。でまあそういうところにまあやっぱり財産目当ての人がいっぱいつけ込んでくるんです。でその人とはどうなったかわかんないですけども、今度はまあいわゆるそのオレオレ詐欺みたいなね、悪党がいっぱいやっぱり日本にいるわけですよ。そういうその老人を狙う専門みたいなのがいるわけですよ。でそういうのがね、いやお父さんこんな感じで投資話がありますけどどうですか、これここの土地買いませんかとかね、なんかまあいろいろあってかなり騙されて、相当なんか金をね引き出しにあったような感じなんですよ。でもうなんかもう90近いんでね、あんまりその娘の言うことも聞かないみたいなんですよね。で結局本人はね、本当だったら何十億円とかね、その遺産をねもらう予定なものがもうわけわからないと、でもう遺産を放棄するということになったらしいですよね。まあ実に残念というか、結局そのやっぱりアメリカと日本の距離があるんでね、そんなにしょっちゅう帰れないから親の面倒も見れない。でもうこっちはこっちでそのアメリカのベースがあるわけですよ。だから今更その人がね、日本に帰ってお父さんの世話するっていうのはしたくもないし、できないだろうしね。だからもうお金はいらないよと、もうあとは好きにやってください。結局そういう悪が群がってね、まあハイエネじゃないですけど、全部金をむしり取ってお父さんは丸裸で死んでいくという、まあ実になんか悲しい世界。結構ねアメリカで東南アジア知りませんよ、アメリカにね、私が95年に来た頃だって、やっぱり結局やっぱり留学するってかなりお金のある人が多かったですよね。ですからまあ留学というよりも留学で、それがおそらくニューヨークとかロスだとさらに多いんじゃないですかね。で韓国人もそうで、韓国人も私が前知っていた人はやっぱり韓国のなんか財閥系のそのなんか子息とかね、やっぱそういうのがやっぱり半分遊びで来てるわけですよ。まあでそういうのがいっぱいあって、結局まあ親の財布がね緩いから子供はまあやりたい放題みたいなねことがまあ実際起きてる。まあ今それがあるかどうか分かんないですよ。私が来たこの95、6年の頃はそんなのがいっぱいいました。で一方でちゃんと真面目にね留学できてる人もいるわけですよ。だからその辺がまあどうなんだろうかなというね。だからまあうちなんか別にね、実家にお金があったわけでもないし、私は自分のお金でアメリカに来た人間ですからあれですけども、でまあ親の財産も全部兄が全部引き受けて、まあそんな大した財産はありませんけども、私はもう最初からいないで放棄したんでいいんですけども、やっぱりやっぱりアメリカの方が生活が楽だからね、どうしてもアメリカ中心の生活になってしまいますよね。そうなると
本当にね、親の面倒見る人がいないと周りつけ込むのがいっぱいいるという、まあ、ことを皆さん分かってほしいなと思うわけです。で、そうじゃなくてもね、そうじゃなくても日本は最近そのいわゆるオレオレ詐欺系の事件がもうずっと続いていて、例えば東京都だけでもなんか年間50億円ぐらいの金がね、不正に盗まれていると。で、まあその背後に暴力団がいるとかね、いろんなことがまあ起きてますけども、実にまあ悲しき日本、年寄りを騙してね、金取って何が嬉しいんだこの野郎って私は言いたくなるわけですよ。で、暴力団もね、例えば昔の暴力団はそういうね、なんかね、年寄りを騙してね、金取るようなことしなかったですよ。最近の暴力団なんかせこいと私は思いますね。で、まあ自分はうまいことその後ろに隠れてね、で、まあ受け子とかね、いろんなのを使ってね、またその若い金のない連中を騙してまたそういうことをするっていう、もうなんかあまりになんかヤクザがヤクザっぽくないことをするんじゃないよというのを私は言いたいわけですよ。まあなんか悲しいですよね、はい。まあ皆さん本当に美味しい話は絶対ないんですよ。だからそこだけ分かってね、ちゃんと仕事を受けるなら受けてください。やっぱり汗水な垂らして仕事はするもんで、そんな簡単にねちょっとバイトやって10万円入るとかね、そんなことは絶対ありません。そこだけ皆さんちゃんと基本に戻って人間らしくいきましょう。はい、以上でした。